ウクライナ出身のヘブライ語著作家、社会哲学者であり、シオニズム思想家。アハッドハームとも、本名はシェルツビ・ギンズベルク、アッシャー・ザブ・ギンスバーグ。父のイザヤはオーストリア系の家系で、母ゴルダーはハシリズムの家の出身だった。彼は伝統的なユダヤ教教育を受けた。最初は主にヘブライ語文化運動の中心地であったオデッサで、 文筆活動を行っており、アハドハームというペンネームを使い始めるのもこの時期であった。アーハドハイコールアームというのはイスラエルの民の一人という意味の一風変わった筆明であった。1907年にロンドンに拠点を移す、シオニズムやユダヤ教の問題について数々の評論を発表した。彼の文章は 各時代のヘブライ語が無理なく自然に調和された相対ヘブライ語であったため、ヘブライ語の文体の成立に大きく貢献した。彼はヘリツルの政治シオニズムに対して精神的シオニズムの中心的人物となった。彼は1907年にロンドンに拠点を移したが、この時期ユダヤ人国家をウガンダに建設する、ウガンダ案を検討する。 シオニスト会議が開催されており、彼はこれに反対して反ウガンダ案の論人を張った。彼は極端なウガンダ案をはじめ、ヘルツルラの政治的シオニズムはユダヤ性から逸脱してきていると断定した。もっとも彼はディアスポラのユダヤ人をイスラエルの地に集めなければならないとは考えていなかったという。むしろユダヤ教徒への差別をはじめとする問題の解決は、 それぞれの土地で可能だと考えていたという。彼はイスラエルは精神的な中心地として必要であるとし、イスラエルの地がユダヤ人にとって必要なのは、ハはりートの問題の解決のためであり、ユダヤ人国家もヤハはりートの実現のために必要なのだと主張した。彼にとって、シオニズムとユダヤ人国家はあくまでユダヤ人の精神的中心地の復興なのであり、すべての 離散ユダヤ人がイスラエルの地に帰還してくる必要などはなく、また、精神的ユダヤ人国家に世俗的利益にしか関心のないユダヤ人が移民してくることは許されない、と主張した。したがって、アハッドハームはバルフォア宣言にはさほど熱狂しなかったという。また彼はバルフォア宣言以降、ユダヤ人国家建設の主張と並行して、 アラブ人の民族的権利も擁護するようになった。イギリスによるパレスチナ地方の委任統治が始まった1922年に彼はイスラエルの地に帰還し5年後に成去アハッドハームのイスラエルの地への帰還はユダヤ教的巡礼に習ったという見方もある。なお伝統的なユダヤ教徒は聖地での安民と メシアが最初に降りてくるというオリーブ山地区に埋葬されたいという宗教的情熱があるという。国際的に著名な現代イスラエルの作家や知識人は多くはアハドハームの影響下にあると言われている。現在、再びアハドハームが注目され始めているという。この記事にはパブリックドメインである次の文書本文が含まれる。シンガー、イシドレ、エトール、エズ。 ザジュー一ュ・エンサイクロペディアニューヨークファンクワグノルズタイトルイコールは必須です。ありがとうございます。